嬉しい、大好きって、嬉しい、寝る前も思ってくれてたのかな、ありがとうございます。今夜も登場してほしいなプチカフェドリンク飲んだよ、あー嬉しいです、ありがとうございます。バナナミルクありがとうございます、嬉しい。今日から販売ですがね、飲んでポストしてくださってる方もね、いてくださって、ちょっと寒かったっていうお声も聞いたので大丈夫かなって思って、はい、思ってあるんですけど、あったかいところで飲んでもらいましたかね、大丈夫ですか。あ、そうです、こちらがそして A 賞になります。このバケハートなんかさらにおしゃれに、なんかでもそう、このバケハとネックレスに合わせてなんかこの服着てみたんですけど、ちょっと似合ってるかわかんないですなんかいつもと雰囲気違いますね。ハットニャンリアすぎだね、ねえそうなんです。え、コースターも引いたよ、本当ですか、いっぱい飲んでくださるんですか、一発で出ましたか、あれですよね、あのランダムですよね、ありがとうございます、帽子にやってる、嬉しい、ありがとうございます。あ、ギャフロの日なんですねアフロニアンになればよかったです、あーバケハニアンでした、エフェのセンター最高だった、あー嬉しい、見てくださったんですね、ありがとうございます、嬉しいです。昨日の公演ダッシュでニャンニャン、ありがとうございます。こちらの、あ、そう、バケハとかのね、そう説明をさせていただきたいんですけど、ちょっと待ってくださいガレハのステージの帽子みたい、おー、そうですかね、まあでも確かにちょっと似てる似てますかね、退職しちゃいましたか、あ大丈夫ですかね、お仕事は休まれてますかね、安静にしてくださいね、早く治りますように、流行ってるのでね、気をつけましょう。ピアニアティ1週間の疲れが吹き飛びます、うん、お仕事お疲れ様です、本当に頑張ってて素晴らしいです、私も頑張りますおしゃれ帽子、そうですね、バケハ帽子もいいですね、まだ明日も明後日も仕事で悲しい、あー土日お仕事ですね、あー少しでもパワー届くように応援しております、配信明日もよかったら見に来てくださいなっちゃん、やっほーやっほー、あ、お誕生日おめでとうも、ありがとうございます、今日もね、誕生日仕様ですね、クヤの歌唱を安心して聞いてやられたよ、本当ですか、今日もあのボイトレ行けたんですけど、ちょっとやっぱね、今月は結構多くて嬉しいなって思うんですけど、自主練も頑張らないと意味がないので、ちょっと自主練も頑張りたいと思います。練習しやすいように最近はなんか録音、なんか発声練習とか録音をさせてもらえるので、そう自主練習もね、やりやすくなってすごくいい感じです。明後日飲みに行きますね、26、27、28、あ、お、ありがとうございます、29までですもんね、あ寒いと思うので本当にちょっと気をつけてください、あの飲んでいただくときは、くじ引きました、成人式の写真を撮りました、あありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、生写真見てね、ありがとうございます、何のどうパターンか届くの楽しみに
教えてください。5種類ですかね、成人式のありますね。あ、明日休みに、うん、ゆっくり休んでくださいね。楽しいのない画見て帰り中にゃよ。あ、ポストしてくださってましたね。あー、いいですね、面白かったですか。あ、今夜もウォーキングお疲れ様です。すごい、明日歯を抜きに行くのでパワーください。え、あれですか、親知らずですか。横にゃんパワーね、あの晴れがましだといいですね。もしお似合い、あ、嬉しい、ありがとうございます。お、明日バナナミルク、お、暖かくしていってくださいね、ありがとうございます。でもすごい私の本当に大好きが詰まってますので、美味しく飲んでいただけたら嬉しいですね。美味しいサバを食べてピチピチ、お、いいですね。私はグラタンを食べました、美味しかったです。ホットドリンクね、いいですね。ちょっと今回はダメだったんですけど、でも味はすごく美味しいと思うのではい。あ、お誕生日おめでとうもありがとうございます。そうですね、説明をさせていただかなきゃ。カジュアル浴衣も大好きですよ。あー、私も昔は本当にもう可愛い服がもう一択だったんですけど、最近はカジュアルとかそういうのも好きですね。結構今夜が夏生まれだったらバナミルクぴったりだったのにね。そうですね、前のもちょっとね、あの冷たかったので夏向きなドリンク多くてちょっと申し訳ないですね。10杯飲んで7人分のコースターをさらった。10杯、すごい、ありがとうございます。すごいですね、嬉しい。うん、あ、今日からだったんですかね、ガンダムは。すごい、初日すごいですね。明日大富豪ライブの放送日ですね。あ、覚えてくださってありがとうございます。そうなんです、明日 TBS チャンネル1さんで大富豪さんのイベントで、はい、あの出させていただきたい STU さんとの合同ライブの放送をしていただけるので、夜の8時からですね、見ていただけたらとても嬉しいです。セレブ感が、本当ですか。あ、そうです、キミちゃんのセンター祭も発表されて、キミちゃんのは2月8日です。そうなんです、一応気をつけますね、ありがとうございます。グッズネームプレート横にあの当てたいな。あー、あの新曲のグッズの、嬉しい、ありがとうございます。写りはね、あの持ってましたけど、ちょっとでも画像が小さいのでね、ちょっと見づらいかもなんですけど、オフショット撮ったのでまたアップさせていただきますけど、でも割と良かったんじゃないかなと釣り、はい。アレリア君、あー、生誕会でもね弾いてくださってありがとうございます。本当に今日はそうですね、結構バタバタでした。お仕事ではなかったんですけど、そうなんですよ、配信もちょっと遅くなっちゃって申し訳ないです。オレンジジェル、2月6日仕事お休み取れました。本当ですか。あー、ありがとうございます。で、当日リアルタイムで見ていただけるということで、楽しんでもらえるように愛を込めて、はい、あの生写真の方もねサインしていっているので、大切に書きますね、この後も。チビはめっちゃ可愛かった。
成人式の写真も当たったから良かったです。おー、壁紙ジミヨン可愛かったですか。良かったです。変な顔してなかったですかね。そうですね、バナナミルクはちょっと氷も入ってるのでちょっと冷たいですね。そうなんですよ。ぽよの愛しい、ありがとうございます。あ、そうですね、あやか姉さんも本当はもうちょっとで20歳でようやくお酒が飲める年ですね。あかねさんも、わあすごいすごい。私のために夜勤頑張るね。あ、今夜もありがとうございます。体調気をつけてください。本当に寒いですし、フォローもありがとうございます。うん、お疲れ様、お疲れ様でーす。ん、歯が抜けた。え、冗談ですか。生誕くじいつのタイミングで引こうかすごく悩んでいます。噂では配信の時に引いていただくといいのが出やすいみたいなのも聞いたことがありますけれども、どうでしょうか。難しいですね。いいのね、目当ての賞を引けるよう願っております。ハンドパワーもそうなんですよ、すごいんです私の。さっぱりしてきました。あー、いいですね。ぬくまりましたか。足止めに行きます。あ、ありがとうございます。暖かい格好してくださいね。本当にカイロもあったらすごくいいと思います。 X の猫写真変わってましたね。あ、あのね、あの生誕委員の方々が作ってくださったアイコンにそうさせていただいてるんですけど、そうです、誕生日もねちょっと過ぎたのでもう少ししたらそうですね、あの戻させていただきます。約10分もしてるよ。ありがとうございます。楽しくねやっていただけたら何より一番嬉しいですね。あの9時の方もバナナミルクはあのサシェイ坂江さんの、はい、あの前にそのキッチンカーっていうんですか、キッチンカーみたいなのがあるんですけど29日までそこで販売していただけてます。サシェイ坂江さんに行っていただいたらはい、わかると思いますね。ファンチューサーの単行本が販売になるみたい。そうなんですか、気になりますね。おー、帽子は、あ、説明させていただきます。でもそう、いつもとちょっと今日は違う感じで。レシピですか。ヨーグルトが入っててで、あ、氷も入っててで、バナナと、あ、バナナチップスです。バナナチップスとホイップクリームとミルクが入ってますね多分。うん、結構シンプルです。アレルヤくんの、あ、動画も、新章のアレルヤくんの動画もアメブロさん見てくださってありがとうございます。制作してる動画をね上げさせていただいてるんですけど、あんな感じで作らせていただいております。そう、あやかねさん呼びは私だけですね。プレシャスハットね、似てますね。私もプレシャスの方が
似てそうと思いました。デニム生地なんですかね、これデニムか。あ、確かにお先ね。でもなんか眠たくなりそうっていうのもよくメンバーで話してます。意外と逆に。あ、そうか、早い、私が早い、あ、配信早い時間の時のに弾いた方がいいんですね。あ、そうなんだ。帽子素敵。あ、ありがとうございます。サーチー酒屋の1階です。あ、そうですね、1階です。1階です。それ大事でした。はい、温かい格好してぜひね飲んでください。1621日連続もありがとうございます。ホイップクリーム、あ、ね、いただいてた。ホイップクリームも好きです。なんかそう、甘いのとヨーグルトの酸っぱいのが合わさって本当にいい感じになっております。バナナチップスも好きです。あ、そう、バナナではないんですよ。スムージー、あ、そうですね、どちらかというとそんな感じですね。バナナスムージーより、バナ、あ、でもスムージーよりバナドロッとしてないかな。バナナ食べてますよ。え、一緒ですね。あー、すごい楽しみいっぱい、ありがとうございます。目白押しっていうの、おー、嬉しい。あ、そうで、今日かぶっている帽子は、あ、こんばんは、ありがとうございます。レーズクレープ、え、いいと思います。そう、この帽子はあの A 賞、そう、生誕くじの A 賞は思い出の私物なんですけど、今回の、あ、3本あって、今回のその1本のうちがこのバキハとこのネックレスなんですけど、これは去年ですね、去年だ、カラードさんのイベントに出させていただいたときに、あの衣装で私が使ってたあのバキハトネックレスなんですよ。もともと衣装だったんですけど、イベント終わった後にいただけたので、そう、あの使ってたりして、これもなんか東海とかでも使わせてもらったりしてたんですけど、このそう結構かっこいい感じでもあるので、男性の方でも女性の方でも使いやすいんじゃないかなと思って、こちらの2セットで、2セットが、え、 2個で1セットっていう形で、はい、あの賞 A 賞に入れさせていただいております。そう、シンさんのですね。そうなんですよ。だから A 賞の1本はこちらの2つになりますっていうのをちょっとね、実際につけた方が分かりやすいかなと思って今日はつけてみました。はい、そう、かぶってたんです、バキハ。そう、その時の、あ、おっしゃってもそうですね、結構なんか何回か、あ、いろんな SNS に上げさせていただいております。ね、かぶっていただけそうじゃないですか。これもどうですかね、使いやすくないですかね。どうだろう。あ、見つからなかった。本当ですか。ちょうど、そうなんで、あと2本も、そう、あと
コスプレと私服を考えているんですけど、それはそうです、また来て、配信でも来てお見せできたらいいなって思ってるので、また来させていただきます。そっちはね、ちょっと男性の方ちょっと来づらい方が多いかもしれないんですけど、あの飾っていただいたりしても嬉しいなっていう思ってますね。とにかく使いなさそう。でも、もう皆さんお任せして持ってていただいても本当に嬉しいですね。どうでしょう、なんか一言コメント動画もつけさせていただけることになったので、当選してくださ当選者にの方に向けてコメント動画も送らせていただきます。あ、カレー、未完全 TV カレーさんもありがとうございます。オリエンタル未完全 TV カレーさんね、ポストしてくださって、ね、写真 見たんですけど、横にあるセットね、いっぱい15個セットか、ね、いっぱいあって持って帰っていただくのも大変でしたよね。ありがとうございます、嬉しいです。次はゆうゆうの29日のゆうゆうの劇場公演、そう、あの卒業公演の時にもまた販売していただけるので、8期9期セットもあります。男性ネックレス、ありですね。はい、チャレンジチャレンジしたけど、いい賞でした。あー、言ってくださったようにしてくださったんですね、ありがとうございます。うん、誰か若手が動画撮るんですか。あ、そうみたいですね。そうです、なんか結構あの他のライブの時とかもなんか9時、そのライブの9時とかで当選者の方決まってから動画撮らせていただいたりしたことあるんですけど、その方にその名前とかもその時は呼べたので呼ばせていただけると思うんですけど、でもマネージャーさんはそう、あの決まってからっていうおっしゃってたので、そこはそれです、そういう感じです。第2弾、うん、そうですね、カレーは在庫限りだよって。そうなんですよ、だからなくなっちゃったらもうないのでね、悔いのないようにすごく美味しいので、はい、食べていただきたいですね。うん、私ね、ああもう時間が来てますね。予期せた予定数完売したみたいですよね、みたいですね、昨日ですよね、ね、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいですね。前もサイズ結構長いんだね。そうですね、いつも浮いてます。あ、はつき選手スペシャルも手に入れてくださったですね。おー、よかったら動画のハチキちゃんたちと食べてください。うん、嬉しいですね。あ、あったかさん、ありがとうございます。今日の発動どうしよう、どうしましょう。うん、どうしよう。そうですね、モンチッチ、モンチッチバゲがね、かぶっちゃってますもんね。フォローも、あ、ありがとうございます。眠くなってきちゃいました、遅いですもんね、ありがとうございます。どうして出てこない。
ね、なんでなんですかね。ハートとハートお届けよっていう萌え台詞ですか。それは。あ、風呂。126らしい。え、わかんない。なんで126、あれ、なんで。あ、クルリンパですか。できるかな。いいですね。あ、フルバージョンも今年は23歳やってないからありですね。じゃあちょっといろいろチャレンジしてみます。ワン、一、あ。無理やりなんですね。え、じゃあ、あれとあれにします。よし、行きます。あ、時間がやばいですね。行きます。じゃあ、23歳最初の、どこから見てもにゃんにゃん、どこから見てもにゃんにゃん、横にゃん、ビーム、パーからの、シャチハコからの、ウィンクできたかな、からの、たこ焼き、久々ですね、からの、お好み焼きからの、きしめ、あ、自分違う絶対、からの、手羽先、お腹空いてきますね。からの投げキッズ、からの SK2 からの SKE からの GS からの、せーの、クレリン、あ、パ。できなかった。できませんでした。しかも帽子外したら変でしたよね、きっと。あ、もう発動タイムです。そうなんです。でも来てくれてありがとう。クリンプ難しかったです。ありがとうございます。あ、時間がもうないですね。今日はちょっとラスト配信になっちゃったんですけど、見に来てくれてありがとうございました。明日はもうちょっと早い時間にやらせていただける予定です。次に、じゃあ今夜も皆さんゆっくり休んでください。おやすみ、こにゃん、夢でも会えますように。ゆっくり休んで、あと明日の8時ですね、夜は、夜8時に TBS チャンネル1さんで、あの大富豪ライブのね、放送もあるので、よかったらご覧ください。はい、皆さんゆっくり休んでね。ありがとうございました。1551人の方もありがとう。